今日ね、商店街でたい焼きを買いに行ったの。そしたら、すごい懐かしい曲が流れてて。泳げたい焼きくん、マリサ知ってる？あ、あの曲か、それは懐かしいな。でしょ。小さい時、よく歌ってたのよね。でも、なんかちょっぴり切なくなるんだけど。まあ、そうだよな。最後食べられちゃうしな。うん、この曲がテレビで流れたのが昭和50年だ。確か開けポンキッキーだったわよ。すごい懐かしい。あの絵も可愛かったじゃない。そうだったな。じゃあ、そんな霊夢のために、今回は、昭和50年前半の暮らしが懐かしすぎた、について詳しく紹介するぜ。わーい、やったー。あの時代を知れるなんて、ワクワクしてきたー。まず最初に昭和50年の暮らしについて紹介するぜ。昭和50年、1975年当時いろんな出来事があった年だ。山陽新幹線の岡山博多間が開業し、全線が開通。そうなのね。大関貴乃花が初優勝したり、エリザベス女王が来日したり、田部井淳子さんが女性初のエベレスト登頂したり、昭和天皇皇淳皇后初の訪米などな。すごいわね、エリザベス女王、この間亡くなってしまったけど、あの人がこの年に日本に来てたなんて。昭和50年になって新しく生まれ変わった感じがする年でもあったんだ。野球は広島が初優勝を飾ったし、挙げていたったきりがないぜ。ちなみに、この年、いつも上位だった巨人軍が最下位になったんだ。まあなんと、それも驚きだわ。第二次ベビーブームでもあったし、第1回先進国首脳会議が、フランスで行われていたぜ。そうだったのね。たくさんの可愛い子が生まれてたのね。カルビーのポテトチップスも、この年に発売が開始されたんだぜ。わあ、そうだったの。私、このチップス愛用してるのよ。あ、この CM なんか懐かしさを感じるわね。当時の値段は100円。でも、当時は売れなかったんだ。そうなのね。でも、次の年には売れ行きが良くなり、大人気の商品に。そして、いろんな味も出てきたんだ。そうだったのね。そんな経緯があったとは。ペヤング焼きそばもこの年に発売開始されたんだ。キャー。それもそうだったの。最近できたものだと思ってたけど違ったのね。まあな、この年は、国鉄のストも起こって電車を止めてしまって、大混乱を招いた年でもあったんだ。そんなことも起こっていたのね。首都圏に大打撃。キャー、多くの人が困ったわね。このストが原因で、国鉄から民営化に移っていくきっかけになったんだぜ。なるほどね、多くの人から反感を買ったんだわ。きっと、フランダースの犬って知ってるか？知ってるも何も、何回も見て泣いてたわ。すごい感動したアニメよね。ああ、そうだったな。このアニメもこの年に流行っていたんだ。そうだったのね。でも昔のアニメって、心に響く、名作が多かった気がするわ。タコも、新しいものが出てたんだぜ。あ、なんか知ってる。確かゲイラカイトって言ってなかったかしら。霊夢よく知ってるな。そうなんだよ。変わったタコがすごくブームになってたんだ。そのうちの一つがゲイラカイトだ。だって、私もそれ買ってたもの、なんか懐かしわ。そうだったんだな。でも知ってるか？これ、アメリカから入ってきたんだが、よく飛びすぎるから、電線に引っかかることも多かったんだぜ。それは初耳だわ。それで、電線から取ろうとして、子供たちが感電する事故まで起きてた。そうだったのね。ブルブルブル。広いの原とかで電線がないところでしないとダメよね。この年に流行ってた言葉は聞かれたり、あんた、あの娘の何なの差し系。私バカよね。私作る人僕食べる人だ。なんか聞いたことあるわ、小学校の時に。あんた、あの娘の何なのさ、私バカよねって、クラスで流行ってた気がするわ。あんまり意味を考えないで、面白がって使ってた気がする。そうだったか。それにしてもこの50年だけでいろんなことが起こりすぎてない？ああ、そうだよな。この50年に生活してたら毎日が飽きなかったかもしれないわね。そうかもしれないな。50年のこの年は、どんなものを食べていたの？いろいろなものを少しずつ取り、健康に気をつけた食事をしているんだ。他の年に比べて、豆類、果物、海藻、味噌醤油を含めた発酵系調味料を使うのが多く、卵や魚介類などをよく食べていたんだぜ。肉より魚って感じだったのね。食材の種類も増えてたからいろんなものをちょっとずつ食べていたんだ。なるほどね。この食生活は現在でも行った方が良さそうだわ。健康つながりで、この年には紅茶キノコも流行ったんだぜ。この時代にすでにあったのね。最近でもブームが来てなかった？うん、そうだったな。でも、この当時もすぐに飽きられちゃって、すぐにブームも終わったんだ。そうだったのね。なんか、昔も今も変わらないってことね。ああ、そう言えるな。子供たちには嬉しい超合金の玩具が発売されたりしてるぜ。
あれね、未来に出てきそうな感じの装いだったもの。今も、人気が続いている黒悲劇機一発ゲームもこの年に発売されてるんだ。そうだったのね、今もずっと、親しまれているわよね。いやー、50年だけでもすごい目まぐるしくいろいろなものが出てて、驚きの連続だわ。ほんとそう思うぜ。この年は、どんどん便利に豊かになっていた年と言えるわね。なんか、この後の年がどうなっていくのかさらに興味が湧いてきたわ。お次は、昭和51年代の暮らしについて紹介するぜ。1976年、昭和51年に起こった出来事は、ロッキード事件、アントニオ猪木対モハメドアリの、異種格闘技戦、モントリオール五輪が開催。ヤマト運輸が黒猫ヤマトの宅急便を開始。アップルコンピュータ、アップル、設立され、鹿児島で日本初の5つ子が誕生などいろいろあった年だった。この年もワクワクしそうな年ね。5つ子が誕生したなんて、嬉しいニュースじゃない。まあ、そうだよな。でも、親は大変だぜ。そうね、いっぺんに5人、並行して面倒見るんだから、並大抵じゃないわね。ヤマト運輸がこの年からだったというのもびっくりしたわ。このおかげで、ますます便利になっていったと言えるわね。新幹線の小玉に禁煙車が登場し、泳げたいやきくん、東村山音頭などもこの年に流行ってるんだ。懐かしいわね。泳げたいやきくんの、レコードの裏面の一本でも人参もまた良かったのよ。あれ、いい味出してるよな。そうそう。それにこの50年代の歌手たちって、歌唱力がすごいあったと思わない？言われてみたら、そうだったよな。志村健が歌ってた東村山音頭あれも何気に好きだったな。ファッションでは、レッグウォーマーが登場してるぜ。あ、これ私好きでよく着てるわ。この年には、記憶にございません。不思議なな。これっきりもうこれっきりですか岩盤べー。わかるかなわっかんねだろうなからという言葉も流行ってるぜ。そうなのね、懐かしい響きだわ。この当時、タバコがブームで、日本人の成人男性の8割が、タバコを吸ってたんだ。そんなに多かったのね。私みたいに吸わない人は大変だったと思うわ。ああ、そうかもしれないな。今みたいに、禁煙席なんて、たくさんなかっただろうしな。新幹線の小玉車に禁煙車ができたのは、少しずつ変わろう、としていたのかもしれないわね。そうだな。そうとも言えるな。昭和50年は未来へ進化する第一歩で昭和51年は今現在の世の中の基盤になる年とも言える。こういう過去があったからこそ、今の日本があるんだな。ほんとそうね。お次は、昭和52年の暮らしについて紹介するぜ。昭和52年1977年には次のようなことが起こっているぜ。この年は、エンタメやスポーツに注目が集まった年とも言えるんだ。そうだったのね。スーパーカーがブームになったり、樋口久子が日本初の、ゴルフベイメジャーで優勝している、巨人の王貞治選手が通算756号ホームランを打ち、世界記録を達成してるんだぜ。わぁ、すごいわ。現在でもこの記録を塗り替える人が出ていないんだ。そうなの？王選手、本当にすごい人だったのね。落下日航機ハイジャック事件が起きた年でもあるぜ。きゃあ、怖すぎる事件だわ。犯人の要求だった服役中の過激派活動家9人の釈放と出国、そして、身代金約16億円を当時の福田内閣が受け入れ、人質が全員無事に解放されたんだ。みんな無事でよかったけど、でもなんだか複雑よね。ああ、そうだな。この時、福田首相が述べた、人の命は地球よりも重いが今もなお語り継がれているぜ。そうなのね。いい言葉よね。カラオケ、テレビゲームが大ブームになったのもこの年なんだぜ。まあ、そうだったの？大人の娯楽として、カラオケはお酒の席でも、欠かせないものになってたんだ。そうだったのね。その後、世界にカラオケ文化が広がったって言われてるぜ。任天堂から初の家庭用ゲーム機としてカラーテレビゲームが出たのも、この年なんだ。今もなお、進化し続けてるわよね。任天堂、すごい人気だし。ああ、そうだな。この当時、100万台売れて、すごいヒット商品になったんだぜ。そうだったのね。その他には男 72.69 歳、女 77.95 歳で、日本の平均寿命世界一になったり、大貞治が国民栄誉賞第1号、受賞したり年末ジャンボ宝くじ、1等1000万円、が発売されたのもこの年だったんだ。まあ、すごいわ。健康的な食事が良い結果につながったのかも。自然界では、北海道ウッサン32年ぶり爆発している。そしてインドのガンジー政権が倒れるのもこの年だったんだ。いろんなことがあったのね。テレビ番組では、ヤッターマンが登場したのもこの年で、ズバリ当てましょう。史上最大第1回アメリカ横断ウルトラクイズなども、始まったんだ。この史上最大第1回アメリカ横断ウルトラクイズ、
すごい好きだったわ。ハラハラドキドキして見てたもの。なんかすごく懐かし。ああ、そうだよな。アメリカにも行ってみたくなったよな。歌謡曲では、沢田研二の勝手にしやがれや、ピンクレディーの渚のシンドバッドなども流行ったぜ。うんうん、そうだったわ。私もよく歌ってたもの。なんか、霊夢の歌ってた姿見てみたいぜ。あはは、この年に流行っていた言葉は、たたりじゃー、よっしゃよっしゃ、トンデレラシンデレラ、空は我らを見放した。決して一人では見ないでくださいだ。くっく、よっしゃよっしゃって今も私、使ってる。お、昭和の雰囲気を出してるな。誰も、昭和の言葉なんてわからないわよ。いやいやいや、そうとは限らないぜ。ちなみに、この年は、世界的に人気のあったエルビス・プレスリーや、チャップリン、俳優で映画監督の田中絹代など、亡くなった年でもあったんだ。そうだったのね。あ、そういえば青酸コーラ事件が起きたのもこの年だった。そうそう。この事件、すごいショックだったわよね。でも、驚きだったのが置いてあったら、拾ってくるってとこよ。誰が触ったかわからないのに、普通、怖いって思わないのかしら。まあ、そうなんだが、この時は違ったらしいぜ。でも、この事件をきっかけに、外に落ちているものを拾って食べたり飲んだりしないように、なっていったんだ。え、この事件がなかったら、ずっとジュースやお菓子が落ちてたら、ラッキーって思って拾って食べたってことよね。ああ、そういうことになるかもしれないな。今じゃ考えられないけどな。ほんとそうね、平和ボケしてたのかもしれないわね。すごい人気だったキャンディーズが突然解散宣言したのも、1977年だったんだ。そうだったのね。普通の女の子に戻りたいって言ってたな。うん、そうだったわね。確か映像見たことあったわ。1977年もまた新しいものが流行り、今の時代の先駆けとなっているように、感じる年であったと言えるぜ。改めて見返すと、感心させられることばかりよ。お次は、昭和53年の暮らしについて紹介するぜ。1978年昭和53年は、宇宙戦艦ヤマトやディスコが、ブームになった時代でもあるんだ。そうなのね。ディスコなんか楽しそう。みんなで盛り上がってたんでしょうね。これらの汚染も広がったり、競馬のテンポイントがなくなったりしていた。この年には、サンシャイン60が開館してるぜ。え、そうだったのね。サンシャイン60、すごい人気だったじゃない。あの高さ、画期的だったわよね。ああ、そうだよな。でも、今はあまりそんなに感動しないけどな。そうね。だって、これ以外にも高い建物あるしね。犬ぞりで単独行動し北極点到達したり、体外受精世界初の成功、農林水産省発足、八重洲ブックセンターが開店したのも、この年なんだぜ。そうなのね。営団地下鉄半蔵門線も開通したんだ。ますます、便利な世の中になっていってたのね。こんなこともあったぞ。原子力船陸奥が、長崎県佐世保港に入港したんだ。そして、日中平和友好条約調印式も行われている。日本と中華人民共和国が平和五原則、武力不行使、反覇権、経済、文化の交流などを定めたんだ。でも、現在ではなんか不穏な空気が流れている気がするけど。ああ、そうかもな。あと、この年はインベーダーゲームも流行っていたんだぜ。パックマンとか、なんか懐かしは。確か、インベーダーハウスとかあったような。ああ、その通りだぜ霊夢。仕事帰りなどにインベーダーハウスに、寄って、ゲームをしてる人が多かったんだ。ちょうど良いストレス発散の場になってたんだ。そうだったのね。みんな100円の小銭を持ち歩いてたよな。気軽に楽しめて、いいわよね。そういえば、ピンクレディーもヒット曲を連発してたわよね。そうなんだ、学校の休み時間とかに歌ってる子とかいなかったか？そうそう、みんなあの振り付け真似してたわ。ああ、可愛かったよな。ピンクレディー。そうなのよ。あの衣装も素敵だったわよね。すごいインパクトあったし。そうだよな。そういえば、近所のおばさんたちはスケスケで、興味にで、なんか見るの恥ずかしいって騒いでたのを覚えてるわ。まあ、そうかもしれないな。すごいセクシーな衣装もあったもんな。ピンクレディーと同じくらい、学校で流行ったのが口裂け女だ。あ、知ってるわ。実在しないのに、追いかけてきそうなイメージがあったのよね。ああ、そうだったな。暗い夜道とか、みんな急いで帰ってたな。まあ、口裂け女だけじゃなく、暗闇は危ないから急いで帰るのは、正解だわ。ああ、そうだな。それにしても、この年、同じゲームが流行って全国どこでも、インベーダーゲームにハマっていたよな。でも、すごいわ、昔はインターネットも、携帯もなかったでしょ。それなのに、共通したものが、一斉に広がったんだから。ああ、そうだよな。ある意味日本が一つになって、何かを成し遂げた感じがするよな。ほんと、そう思うわ。今の時代の先駆けね。
お次は、昭和54年の暮らしについて紹介するぜ。昭和54年、1979年は第二次オイルショック。大学共通一次試験が開始された。三菱銀行人質事件、KDD による汚職密輸事件、ダグラス・グラマン事件が起きてるぜ。そうだったのね。さらに、スリーマイル島原発事故、日本坂トンネル火災事故、加納山間のデラトラ脱走騒動などもあったんだ。世間を騒がせる事件も多かったのね。トラが逃げたなんて、怖すぎるじゃない。前年にインベーダーゲームが作られ販売。いろいろ徐々に広まり、この年に大流行したんだ。さらに模倣したり、類似したゲームも、販売されたんだぜ。そうだったのね。楽しいことは、すぐに広まるわね。大清水トンネル貫通、江川卓、巨人入団、マーガレット・サッチャーが女性初の英雄になったり、ウォークマンが発売されたのもこの年だ。ウォークマン、確か私の親も持ってたわ。歩きながらいろいろ聞いてたもの。そうだよな。あの当時はとても便利だったよな。コンパクトに気軽に持ち運べるし、好きな音楽を常に聴けるんだからな。そうそう。ラジカセを運んでたことを考えたら、楽に持ち運びができて、ほんと助かったと思うわよ。カセットテープも懐かしいわね。今じゃもう、使われないけど。あれから、44年過ぎた今は使ってないって知ったら、この当時の人は驚くよな。まあ、そうかもしれないわね。でも、この時があったからこそ、今があるんだものね。日本、そして世の中の進化が、凄すぎるって改めて思うわ。一般消費税解散されたのもこの年で。そうだったのね。今じゃ 10% まで上がってるわよね。そうだよな。高くなったよな。そうよ。もう、だんだん物価も高くなってるし、生活費がどんどん飛んでくわ。この年は、御嶽山で水蒸気爆発も起きてるぜ。まあ、なんと、上野動物園パンダのランランが、亡くなったり、とまあこの年もいろいろ起きてたんだ。この年もすごかったってことね。それにしても、昭和50年前半って密度の濃い年数だった気がするわ。あの当時子供だったから、あまりちゃんと覚えてないけど。でも、なんか改めて知るとすごく懐かしく、愛おしく感じるわ。そうだよな。今のように物もあるわけではなく、インターネットなんてなかったけど、いろいろ楽しみがあった気がするな。ほんとそうね。今の人があの時に生活しようと思ったら、すごく不便に感じるでしょうね。まあ、そうかもしれないな。昭和54年にヤングマンも大ヒットしてたんだぜ。あ、あの西城秀樹さんの曲？あれ、いつ見てもかっこいいわよね。そうだな。あのメロディー大好きだったもの。幼稚園の時、みんなで踊った記憶が。霊夢の幼稚園時代、可愛かっただろうな。マリサ、照れるじゃない。えへへ、誰もが好きなドラえもん。このアニメもこの年から放映されたんだ。そうだったのね。このアニメ、今でも好きだわ。声優さんが変わってイメージがちょっと変わってしまったけど。まあ、時代とともにそれは仕方ないことだな。あのドラえもんの道具、未来を予想しているかに思えたよな。いつかは発明されそうな感じを受けなかったか？そうなのよ。特に、どこでもドア誰か作ってくれないかしらね。そうだな。あの扉があったら、ほんと便利だよな。アニメつながりでは、ガンダム。これもこの年から始まったんだ。そうだったのね。ロボットのアニメとして、すごい斬新だったわよね。男の子がみんな憧れてたような。ああ、そうだったな。生活にもゆとりができた印象もあった年で、健康器具を買う家庭も増えてたな。そうそう。私のおばあちゃん宅にもあったわ。子供の時に、思いっきり遊んでたのよ。それで、健康器具でか？そう。その効果全く知らずにね。ははは。で、おばあちゃんは使ってなかったのか？それが、どうやら飽きちゃったみたいで、部屋の片隅に物置にして使ってたのよ。本来の用途とは全然違うものとしてね。あらら。でも、意外と多くの家庭でそうだったみたいだよな。ということで、今回は、昭和50年前半の暮らしが、懐かしすぎたことについて詳しく紹介したぜ。どれも、衝撃すぎて、驚きの連続だったわ。それにしても、昭和50年代前半ってこんなにも速いスピードで、発展してたなんて、思いもしなかったわ。ああ、そうだよな。これらの発展が現在まで繋がってるが、この時代のスピード感はないかもしれないな。ほんとそうね。この年代の暮らしは、いろんな新しいことが次々と現れ、楽しかったかもしれないわね。そうかもしれないな。今とは全然違う楽しみがあっただろうな。それに、こんなに生活スタイルが変わっていく時代もないだろうな。なんか、あの時代に、もう一度行ってみたくなっちゃった。ああ、誰かタイムマシーン作ってくれないかな。そうだな。みんなは今回の話どう思った？よければチャンネル登録、評価、コメントもしてくれると嬉しいわ。ご視聴ありがとうございました。